数日規定音とそのリアライズの例ゲオルクフリードリヒヘンデルのリコーダーソナタへ長長 HWV369 の第三楽章の楽譜。二段譜の上段にリコーダーのパートが書かれ、下段に通奏低音が書かれている。通奏低音とは主にバロック音楽において行われる伴奏の形態。一般に楽譜上では低音部の旋律のみが示され、 奏者はそれに適切な和音をつけて演奏する。イタリア語のバッソ・コンティヌオの訳語で伴奏楽器が簡単なく演奏し続けるということからこの名がある。略してコンティヌオと呼ぶことも多い。ドイツ語でゲネラルバスとも呼ばれる。寄付された音から和音を作ることをリアライズという。演奏されるべき和音の構成音を指示するために寄付音からの音程を示す数字や 変化記号を音符に添えることが一般的であり、これを数字付き低音という。現代では専門家でない演奏者のためにリアリゼーションを楽譜に書き起こしたものも多く市販されている。通奏低音の演奏にはオルガン、チェンバロなどの鍵盤楽器やリュート、ハープ、ギターなどの発言楽器といった和音の出せる楽器が用いられ、しばしばビオラダガンバ、チェロ、ビオローネ、 ファゴットなどの低音旋律楽器が併用される。一般には楽譜に演奏楽器の指定はなく、演奏時にこれらの楽器を任意で選択する。ただし歴史的には必ずしも和音楽器とともに低音旋律楽器が使われていたわけではない。イギリスの P ・ホールマンによれば、そなたでこれらの楽器が使われたのは音楽がオブリガートのバスパートを含む時だったと思われるという。一方、 楽器編成の都合上や古楽の様式に則らない近代的な楽団による演奏では、旋律楽器のみで和音を伴わない楽譜通りの演奏がなされることもあるが、これは本来の通奏低音の形態からすれば不完全なものと言える。このような通奏低音という形態はバロック音楽の根幹をなす要素であり、バロック時代を指して通奏低音の時代と称することがある。また、 ポピュラー音楽におけるコードネームの概念にも通じる原理がある。日本では通奏低音という語は常に定流としてある考えや主張の例えなどを指す言葉として音楽以外の分野で比喩的に用いられることがあるがおそらくこのような用法は低音を持続することや必要低音と混同された結果のご用であろうと考えられる。ありがとうございます。